今回はですね、こういう水月剣のプロトタイプですね、まだ 13mm になる前の 10mm の、こういった剣です。これを使います。水月剣をですね、2剣、2剣半、3剣、4剣という距離です。1本ミスってしまいましたけども、狙ったのはですね、畳のヘリです。真ん中にあるヘリの部分ですね。こんな感じで最初の1本ヘリの中に食い込んでますね。これね、見ると分かるように、これちょっと失敗。これはまあまあ、これですね、ちょうど真ん中ですね。次は2軒半でやります。これもあんまり良くない打鍵が含まれてますけども、まあいい打鍵も含まれてます。斜めのは全然ダメですね。右のはダメで。なんか1本ミスりますね、3本、あ、4本ナゲット。今のは3件で、一応4本とも刺さったんですけど、ヘリに刺さってた、硬いヘリに刺さってたのに1本落っこっちゃいましたね。どうだろう。これがね、なんかこの辺に1本刺さってたんですけどね。だから、こんな感じですね。この畳の幅ぐらいですね、およそ。あ、また真ん中入ってますね、この剣。あとど真ん中入ってます、ヘリの。これですね2度目ですね、今日この隙間に入ったっていうのが。最後に4件ですね。これが水月剣4剣打ちです。これはなんとか4本とも刺さりましたね。前から、惜しい。あと3ミリでまたあの畳と畳の間に入りそうになりましたね。で、2剣、2剣半、3剣、4剣やりましたね。念のためにあの水月剣6剣まで届くということで、5剣6剣を打ちます。
最初の2本が5件で、あとの2本6件、1本ちょっと刺さり損ねましたけども、こんな感じですね。変わったことやりますけども、まあ、変わってもいないか、あぐらをかいてで3件からですね。水月圏がポテンシャルとしては一応7、8件いくっていうのをデモンストレーションで見ていただきます。まず7件ですね。